その日曜日から月曜日にかけて少しこう関東の方では雪となるのではないかといったような情報が出てますけども、結論的にですね、関東に関してはもし雪が降ったとしても短い時間に混じる程度という形で見ておいていただければなと思います。はい、それではですね、まずは今回のこの予報の方、ブレ幅がありました。その原因となっている予測モデルの計算結果見ていきたいと思いますが、こちらですね、画面一番左側がこれが日本の気象庁 GSM、 その右真ん中がアメリカの気象局 GFS、 それからウェザーニュースの独自予測モデル、それと一番右側にあるのがこれがヨーロッパの気象予測モデルになるわけですが、この青いところがですね、降水があるエリアを示しています。31日の午前0時の状況なんですけども、まだちょっとブレ幅あるんですけども、これまでですね、特にこの一番右側、ヨーロッパのモデルの方がかなり広い範囲で関東エリア降水があるだろうというふうに予想していました。上空の寒気の状況などを考えてみると、降水があった場合は雪となる可能性が高かったんですけども、だいぶですね、このエリアは狭まるだろうということが現在予想されています。で、天気の分布、30日の21時から見ていきますけども、こちらの方、時間の方を進めていくとですね、山梨付近はまあある程度しっかりと降るんですが、千葉県内、房総半島の一部で雪の降る時間帯があるかなという程度で見ておいていただければなと思います。このエリアなんですけども、房総半島付近でも1センチから3センチ程度の降雪となるわけですけども、今のところその可能性としては 10% から 20% 程度と見ています。30日から31日にかけてになりますが、関東エリアはこの雪の心配はほとんどないと見ています。ですので、こちらの方はね、最新情報を確認するようにしておいていただければなと思います。また皆さんのお住まいのエリアの詳しい情報などはアプリウェザーニュースもご覧ください。